お菓子大好き。ずっと食べてるな。ちょっと休憩。こら、何してるの？だらしないじゃない。こうなったら、いい？新しい教育係よ。え？教育係？そう、しかもロボット。ママ、本気？教育係なんていらないよ。自分で片付けられるから。そう？片付けなさい。何？目覚ましか。ダメ、もう少しスヌーズ。二度で最高。寝るの大好き。ああ！スヌーズだってば。アラーム目止まれ。これでやっと寝られる。なあ、なんだ。おはようクリス、起きる時間です。ベッドから出て支度してください。まったく、もう最悪。まずは歯磨き。髪の毛も整えて。まだ着替えてないんだけど。あ、わかりました。お待ちください。今日の服を選んであげましょう。嘘でしょ、これ着すぎだし、ダサすぎる。何か足りませんね。帽子。やりすぎだって。はい、どうぞ勉強してください。転びましたね。ポテチ大好き。このゲーム面白いな。これは、ああ、ゴミですね。ゴミの元は部屋をスキャン中。問題がたくさんありますね。放っておくわけにはいきません。この箱の中にゴミを入れる。何やってるんだろう。あ、片付け。やった、僕はゲームできる。下の方にもゴミ発見。家具をどかして片付けなくては。他のゴミもスキャン中。何してるの、ゲーム中なんだけど。床のゴミは終了。他のゴミ探し中。ちょっと邪魔。これもゴミ。テーブルの上もゴミだらけ。すべて片付いたようだ。終了する。最後にもう一度スキャン。スキャン作動中。大きなゴミを発見。え、何してるの、なんでこっちに来るの、怖いんだけど。あ、捕まった、助けて。僕のこと捨てないでよ、ここから出して。ここでは運動禁止。これはルールです。クリス、標識をよく見てください。はいはい、わかったって。はバッテリーが少ないようだ。充電しなくては。それでは。寝ちゃった、やった、今のうち。念のため確認して。大丈夫、こんなの必要ない、全部捨てちゃえ。バスケがしたい、一日のお楽しみなんだから。最高、僕うまいな。あ、転がっちゃった。フープはすぐそこ、
見ないでいられるかな。ああ、ミスった。ダメダメダメ、目覚ましちゃった。危機一髪。どうしよう、あの穴隠す方法はないかな。あ、 3D ペン、これだ。綺麗に直してやる。まずは端っこから、ここも全部ね。あと一つ、うん、完成。塗りつぶすのも忘れないように。こうすれば、うん、いい感じ。最後に上から白く塗って、何事もなかったかのようにソファーに戻る。 3D ペンは隠さなきゃ。読書読書。充電完了。仕事に戻ります。クリス、お利口にしていましたか。やった、気づいてない。今回は僕の勝ち。問題があるようだ。スマホを取り上げなければ。宿題が先です。わかった。はあ、僕のこと放っておいてよ。静かに遊べば気がつかれないかな。何かの音がする。あ、バレた。スマホが落ちちゃう。読書のふり。本を読んでいるだけのようだ。危なかった。よく観察しているな。あ、そうだ、 3D ペン4点にポンと置いて、ここからベースを作る。点と点をつなげたら長方形。仕上げはストライプ。しっかり交差させながらこうするんだ。よし、いい感じ。次は縦方向に組み立てる。端から端まで、またストライプ。さっきと同じようにね。3つの壁出来上がり。上用のフレームも作ったらつなげる。よし、立たせてみよう。あとはこれをくっつけて、少しで大丈夫。こっちにも作ったらフックの完成。よし、試してみよう。本に引っ掛けたら、やった、スマホが入れられる。外からだったら誰にもわからないはず。ハイスコア、いけ。クリスは勉強している。よし、読書をしているみたいだ。ああ、本が落ちちゃった。うーん、おいしそう。濃厚だな、最高。スプリンクルを加えて、マシュマロも。やった、完成。試食の時間、いただきます。待ちなさい、ダメです。やだよ、絶対食べる。ダメです、お皿に戻してください。嘘でしょ、ねえ。栄養満点の健康的な食事が大事。サラダを食べましょう。ウサギじゃないんだから、それサラダでもないし。はあ、わかったよ。ほら、これでいい。任務完了、しっかり食べてください。まずい、本当に無理。どうにかしなきゃ。まずは隠しておいたこのお菓子、こっそり食べなきゃ。何の音？ああ、隠さなきゃ。ああ、危なかった。あ、そうだ、レタスの上にチョコレートを乗せて、よし、これで見えない。このレタス美味しいな。クリス確認中。えらい、えらい。
皆さんはロボットの教育係が欲しいですか？この動画をお友達に紹介してチャンネル登録をよろしくお願いします。